今週の青学読書の秋皆さんはどんな本を読まれていますか11月6日には本屋大賞が発表されました本日は本屋大賞でノンフィクション部門に受賞された作品を紹介していただきたいと思いますえこちら3作品なんですがノンフィクション本部門でノミネートされた作品ですでこの中でこちらの 僕はイエローでホワイトでちょっとブルーブレディ美香子さんの作品が本屋大賞ノンフィクション,ン本部門で受賞されましたノミネート本もありますので大賞だけでなく皆様こちらもブックカフェにありますので是非お読みください。はい 本屋大賞は全国の本屋さんの店員の皆さんが投票によって決まる賞なんですけれどもこれから4月に一般文芸部門の投票があるということで本日ブックカフェでぜひ賞に入っていただきたい作品があるということなのでその紹介もしていただきたいと思います。 青学のブックカフェで、えー、おすすめしたいのが中山七里さんのの死に行く者の祈りという本です、えー、と全体の内容はミステリーとなっているんですが、はい、えと主人公が僧侶ということで仏教界の世界のこともすごく詳しく知ることができて、えー、と今までは私なんかだと。 あの亡くなった方に対しての仏教ということでしかあまり触れる世界ではなかったんですが、はい、え生きているというか人たちにとって仏教とはどういうものなのかということにも触れられていてすごくあの違う側面で仏教を知ることができた作品にもなっています青学生の皆さんもぜひキリスト教だけではなく仏教の世界にも触れる良い機会かなと思いますのでぜひ選んでみてください。以上おすすめの 本の紹介でした、はい、続いては青学ブックカフェでやっているフェアの紹介になります十一月五日から十二月の二十日まで高文堂フェアというフェアを今行っています高文堂さんは基本的に、えっと、法律のようなちょっと難しい本が多いんですけれども今回はその中でも皆さんに手に取っていただきたいおすすめの本があるということでよろしくお願いします、はいえっと、ご覧の通り棚にはあの民法とか 刑事訴訟法とか司法試験を受けられる方向けの本が多いんですけれどもその中でも皆さんに手に取っていただきやすい本を今回はご紹介したいと思いますこちらの「子ども六法」という本が今回おすすめする本ですで六法って皆さんは一度は聞いたことあると思うんですけれども子ども六法ということで子どもでも分かるような内容が書いてありますで最近ニュースでもあの教員の方がいじめられていたりとかあの虐待を受けられていて で、子どもがいらっしゃったりとか、法律っていうのはそのそういう人たちを守るためにあるのに法律を知らないから自分を守れないっていう矛盾が発生してまして、自分の身を守るために法律をもっと勉強しましょう。ということで、この子供六法がおすすめです。で中なんですけれど、全てのあの漢字にふりがなが振ってあったりとか。 字が大きく書かれていたりとかイラストがたくさん入っているので本当に子どもでも分かりやすいですし6本よく分からないなっていう方にもぜひおすすめな本なのでよかったら手に取ってみてください。はいえー、期間内は20%オフで本が買えるそうなのでぜひ足を運んでみてください。